イカトリノはイングストリアスカイゼルアルヘンティーナが1966年にアメリカンモーターズとの契約のもとで製造を始めた中型乗用車である。1966年のトリノはイカ社の重要な国産車であったが会社は最終的に1975年にルノーに買収されてルノーアルゼンチナイス A に改組された。トリノは4ドアセダンと2ドアクーペの両 ボディタイプで1981年まで一貫して AMC の同一プラットフォームを使用して生産された。この車はアルゼンチンの国民車と呼ばれた。トリノは AMC の1964の65年モデルのランブラーアメリカンに専用デザインの前後ボディパネルを取り付けたアルゼンチン製根結車から始まった。ユニークな点はトリノの全部モノコックのフレームレールは より大型の1963から64年モデルのランブラークラシックからの流用で当時のアルゼンチンの荒れた路面状況に適合するように車体前端を重くしておりアメリカンとは異なりトリノは一員長い2 7 2 3ト、mm、ルのホイールベースを採用していたエンジンは AMC 由来のものを使用したことはなかったがこの車の基本プラットフォームは生産が続く間は AMC のものを使用していた。AMC のらいち型ドアハンドルの採用といったような改良が年々施されていたが、トリノはほぼ全てを国産部品を使用して製造され、使用する輸入部品はごくわずかであった。トリノのロゴこの車のバッジはトリノの紋章をもとにしていた。フェラーリの跳ねる馬のシンボルを真似た後ろ足で立ち上がるお牛がシンボルマークであった。 このアルゼンチン製の車の前後の顔つきと内装は、この車をアルゼンチンの大衆に向けてよりアピールするように、米国車臭さを感じさせないようにピニンファリーナに在籍していたイタリア人カーデザイナーの手でヨーロッパ調にデザインし直された。スタイリングに加えられた手直し、ユニークな内装と豪華な室内装備品により取りのワシンにアルゼンチンの国産車となった。 1970年から1976年のアイダトリノは高級車として販売され、その所有者にはフィデル・カストロ、レオニード・ブレジネフやムアンマル・アルカザーフィーラがいた。1977年から最上級モデルはツーリングセダンのトリノ・グランル・ティエとなり、1978年には全モデルがいくつかの外販とデザインの変更を受けたが、 ドアのような主要なボディパネルは継続して使用された。新しいモデルは全長が多少長くなり、後にセダンは以前の後面ガラスが側面に回り込んでいるものから側面すべてを C ピラーが覆うように変更された。前世紀には20種類以上のモデルを揃えていた。トリノも最後の年にはわずかにモデルしか用意されなかった。 a m c 製のエンジンを使用せずに取りのは、もともと、カイザーモーターズが1963年に、新型のピックアップトラックのジープグラジエーターと四輪、駆動車のワゴニア用に開発。このエンジンはアルゼンチンで製造され、この車の国産部品自給率を向上させていた。1966年11月30日に、ブエノスアイレスのオスカルガルベスサーキットで、 トリノが発表された時には、3.0L エンジンに3足、マニュアルトランスミッションの4ドアセダン、ホーリー製キャブレター付き 3.0L エンジンに、ZF 製4足 MT の2ドアクーペと水平に3連で、装着されたウェーバー製にバレルキャブレターを持つ、排気量を拡大された 3.77L エンジンを搭載する最上級の380ワットといった3つのモデルが用意されていた。 3.77L エンジンは 215HP の出力を発揮し、380W を最高速度、時速 205km で走らせた。トリノはアルゼンチンでは成功作となり、発売された当初は著名なスポーツカーに越して、国際的なレースにも頻繁に参加した。最も重要なレースは、トリノが3位に入った1969年の、 ニュルブルクリンク84時間耐久レースであった。現在でもトリノはツーリズムカレテイラ TC4000 やツーリズムゾナールといったカテゴリーのレースに参加している。1970年代の終わりにはトリノはフランスのルノーが製造する唯一のヒルノーであり、最後のフロントエンジン、後輪駆動車であると考えられ、これは同社の中で稀な形式であった。 アルゼンチン人の多くはトリノを国民者と考え、チューニング業界の流星とともに人気となり、現在でも部品の入手は可能で愛好家のクラブも多数活動している。ありがとうございます。